一応お疲れ様でした。お疲れ様です。大阪戦、まあ、前線とは言われつつも、まあ、2連敗ということで、まあ、見えるものと見えない、いろんなまた課題も出てきたと思うんですけども、大阪戦振り返って一言お願いします。そうですね、やっぱりあれだけ人数が減ってしまったっていうところの責任はすごく感じましたし、その中で、選手たちは、まあ、よく集中して、あそこまでできたっていう部分はすごく収穫だったなと。ただやっぱ勝ちきれないっていうのがもう結果として絶対あるので、そこをやっぱり突き詰めていかないとダメかなと思っています。まあ、オールスターブレイク、非常に BJ リーグ振り返るともここの結構ターンがすごい非常に重要なのかなと思って見るんですけども、まあ、強いチームここからますます、仕上げてくる時期になって、まあ、大事と言ってここで何ができるかというよりもここまで何ができているかというところかなと思うんですけども、まずハイワールドズ、まあ、シーズン折り返すところとして、コーチの感触等をお聞かせください。まあ、僕たちとしてはチームとしてはやっぱケビンが初めて20試合抜けたことで今4試合合流したんですけど、この後半に向けてもう1回ちょっと自分たちがやりたかったことっていうのを突き詰めてきっちりやっていこうというのが一つあるのと、まあ、前半戦で、インサイド陣3人がいる中で作ってきたものっていうのは残しつつ、そこと、新しくできることを足していきたいなというふうには思っています。まあ、練習見る限りかなり、まあ、本当具体的に勝つためにどういうゲーム展開させていくかっていうのは非常に見えてきているのかなと思うんですけど、まあ、次というか、まあ、プレーオフなかなか厳しい状況、はい、今は言える状況ではないと思うんですけども、まずは1個順位上げるための、動きというのは必要かなと思っていて、まあ、上、1個上の大分まで、まあ、4ゲーム、はい、これかなり全く遠い話ではないのかなと思うんですけども、うん、この辺の、まあ、順位に含めてもどういう意見を聞かせてください。そうですね、もちろん順位上げていきたいっていうのはもう絶対ですし、勝っていきたいっていうのはもう絶対なんですけど、まず一つ一つのゲームをまず大事にしないといけないのと、やっぱり僕たちもっともっと良くなると思うので、そこをどれだけ僕がきっかけ与えてチームをまとめていけるかっていうのがすごくキーになるのかなと。でやっぱり残り全試合チャレンジすることっていうのはもうシーズン当初から言ってることなので、そこはもう絶対ブレてはいけないと思っているので、そういう姿勢でやっていきたいなと思っています。まあ、ちょっと大阪戦に話戻るんですけども、ケビンが、はい、まあ、2日目に17点とやはり2日目にこう活躍できるっていうのは非常に BJ リーグの中ではキーであり、チームを勝ちに持っていく大きな要素かなと思うんですけども、まあ、今後彼に期待する部分と、まあ、勝つために彼をどう動かしていくかっていうのを今こっちからどんな風にお考えでしょうか。そうですね、まあ、彼のいいところはやっぱ機動力、オフェンスもディフェンスも機動力があるので、そこがすごくいい部分なんですけど、やっぱ悪い部分でいうとやりすぎてしまう時があるので、そこはまだ4試合というところできっちりこうチームと噛み合わせながら、コントロールできるようにいい部分を出していくっていうのが、まあ、課題だと思うんですけど、まあ、彼が入ったことでやっぱりディフェンスがやっぱり一番守りやすくなったのかなっていう部分はあるので、まあ、ただやっぱり彼一人でどうにかなるっていうことではないので、そこをどれだけこうチームとしてこう機能させていけるか活かせていけるかっていうのを考えながらやっていこうとは思ってます。まあ、近代のバスケの話をするとやはりディフェンスからっていうのはどうしても言われることが多いんですけども、ちょっとアローズ見てるとそれは伝統なのか、まあ、今年なのか、まあ、練習見てても今の試合見てても結構オフェンスでいいリズムがつくとかなりゲーム展開が良くなってくるっていうイメージがあったんですけど、監督の返答のように感じてますでしょうか。まあ、チームとしてはやっぱオフェンス特に走れた時っていうのがやっぱり一番みんながこう乗ってくる、ただやっぱりそうやってメンタル的な部分だと思うんですよね。やっぱり本来であればディフェンスしっかり頑張らないとオフェンスがないわけであって、ディフェンス頑張らないと走れないわけなので、やっぱそこをみんなの意識がもっともっとそっちに傾いてくるように持っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、オールスターブレイクといってもほど練習スケジュール見るとほぼ練習で埋まってますんで、まあ、ゆっくり休むっていうよりは
本当ここからいよいよ戦いモードにっていう、うん、あのさらに強くなってくると思うんですけども、まずは、はい、体に寒いし、はい、チームもこんな状況になったので気をつけながら頑張ってください。はい、はい、京都戦楽しみにします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。